ファンのように深夜を過ぎてもなお、ここは集まったファンの人たちで埋め尽くされています。だよ、なんで出ねえんだよ。また芸能人やってんのかな、あいつ。どうだったね、イタリアは。はい。お兄ちゃん、お兄ちゃんのバカ。あいつ死んだぜ、泉。意識が戻ったら奇跡だって。悪くすれば植物人間か、死ぬって。なんでこいつは置いてた、泉。浩二、てめえ起きろ。すぐ帰るって言っただろうが、タコ。なんで起きねえ。なんで話せよ。あ、泉。誰、いないよ、母さん。ごめんね、タクト。母さんを許して。俺がいるよ。大丈夫。俺はあなたのそばを離れたりしないから。俺が必ずあなたを幸せにする。お目覚め。あんた倒れたんだよ、覚えてる？左腰抱えて急にさ。明日工事もこちらに運んでくるから、あんたもしばらく入院してな。とりあえず荷物は持ってきてある。あんたにはそうする義務があるだろう。違うかよ。お大事に。かわいそうにね。ええ、本当に一日中ずっとあしてそばにいるのよ、もう何日も。こいつが本当に死んだら、もう二度と俺の名前を呼ばなくなったら。元に戻るだけじゃねえか。元気そうじゃないか、泉。どうだ、イタリア行く決心はついたか。何迷うことがある、プロサッカーだぞ。それともお前はこれ以上サッカーを続けていく気がないのか。なあ泉、お前の人生だろ。人のために生きていくわけじゃない。今自分が何をしたいのか、これから先の長い人生どう生きていきたいのか、とにかくよく考えるんだ。そっか、もしこいつが死んでも俺は生きているのか。こんな古い傷がなんでこんなに痛んだ。てめえが傷に触れたから、傷をこじ開けたから。責任取れよ、なんとか言えよ。前みたいに俺を見ろよ。行ってよ。泉、どこ行くんだよ、そんな格好で。見りゃ分かるだろう。俺が四六時中ついてたって起きねえもんは起きねえ。俺が学校行こうがサッカーしようが、目の覚める時は覚めんだろ。待てよ。俺は学費免除の上に奨学金までもらって学校行ってんだ。これ以上休んでられねえ。それ本気で言ってんのか。あ、なぜ。こいつは死んだりはしないけど、目は覚めねえかもしれねえ。一生このままかもしれない。奇跡を起こせるとしたら泉、それはお前にしかできねえんだよ。まだ分かんねえのかよ。知ってるよ。だから俺はこいつを捨てるんだ。泉。俺、イタリアへ行きます。
そうか、やっぱり決めたんだね。はい、どうかセリカとユーゴのことをお願いします。うん。お兄ちゃん本気なの？セリカ、とにかく今日は帰るから。いや、帰るってどこに帰るのよ。帰るところなんてないじゃない。南條さんはどうなるの？俺に一生生きた死体の番をしろっていうのか？